東口高槻駅西口で並んで停車する高槻観音号高槻駅は滋賀県長浜市高槻町内川にある西日本旅客鉄道日本貨物鉄道北陸本線の駅である。駅番号は JRA06 相対式ホームに面2線を有する地上駅で共上駅舎を持つ。ホームの間には貨物列車が使用する抽選が1本ある。 前原駅管理の簡易宅駅となっており、窓口ではポスター末による発見を行う。自動改札機はないが、IC カード専用簡易改札機が設置されている。2番乗り場の線路は3番とされている。JR 貨物の駅は、専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅となっていたが、現在は貨物発着はない駅の側線から、 温泉東側に沿って南進、日本電気ガラス、滋賀高月事業所へ至る専用線があった。この専用線は、塩浜駅から東駅まで輸送された石油を工場へ輸送するために使用されていたが、2008年12月をもって休止された。抽線は使用されておらず、専用線のレールもほぼ完全に撤去されている。貨物列車は以前は、 稲沢と金沢貨物ターミナルを結ぶ専用貨物列車が1日1往復停車していた。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。